法と経済学、法と経済学、法と経済学とは経済学のうち特にミクロ経済学、ゲーム理論の観点及び手法を利用して法的理論を分析、再解釈する学問である。また近年では統計、軽量経済学を用いた分析も行われている。近接する分野として契約理論がある。18世紀の初頭にアダム・スミスは 重症主義者の立法がもたらす経済的効果を議論した。その後も独占禁止法や証券取引法などの分野においては経済学的アプローチが用いられた。しかし近年まで経済学が市場外の活動を調整する法律の分析に適用されることはなかった。1961年にロナルドコース及びグイドカラブレージは社会的費用の問題及び 危険分配と不法行為法に関する若干の考察という論文をそれぞれ独自に公表した。これらが現代における法と経済学の起源であるとみなされている。その後、シカゴ大学ロースクール教授でアメリカ合衆国第7巡回区構想裁判所裁判官、判事のリチャード・ポズナーなどを中心に多くの研究者によって研究が進められてきた。 1970年代以降、アメリカの主なロースクールで法と経済学の教育プログラムが設けられるようになった。今日では法と経済学はハーバード大学、エール大学、シカゴ大学、スタンフォード大学、ジョージタウン大学、ミシガン大学などのロースクールや経済学部で発展を続けている。現代のアメリカでは法政策に関わるテクノクラートや官僚は 法と経済を理解し、実際の政策、法整備などに必須のものとなっている。法学の世界で用いられる場合には、企業法、経済法分野などで、何が合理的で認められるべきものなのか、何は不合理で否定されるべきものかを決定する、背景的基準として用いられる場面が見られる。例えば、企業をめぐる多数当事者の利害関係を調整する場合に、 単純な古典的モラルによって、聖者を決めにくい場面であっても、経済的合理性をもって価値を測ることによって、より説得的で、かつ、経済面でも発展を損なわない結論を、方角として導くことが期待されている。ただし、資源配分の効率化、最適化を目的関数とする、経済学的アプローチは当然のことながら、社会的構成の要素を考慮しないため、 正義の実現という価値判断も必要な法律においてはそのアプローチの限界をも十分に認識すべきであり経済学的アプローチが普遍的に通用するものではない。例えばパターナリースティックな介入による資源配分であっても社会保障の分野のようにそのこと自体が公平性の実現から期待される場合もあるからである。 また経済モデルのような高度に抽象的なモデルから得た斐が現実社会の中でうまく働くとは限らないが法と経済学は法という現実社会に密接に関わる分野について経済学を応用する学問分野であることから常に現実との対話が必要となる。とすると現実の社会の中では何が経済的に合理的なのかという判断自体が 経済学者の間で論争となることも多く、経済学の利用によって、現実社会の中で一位に最適な解が得られるとは限らない。近年では、闇金問題に橋を発した、消費者金融における上限金利の引き下げについて、経済学者の中でも意見が分かれたことが注目された。池尾、大竹論争など、消費者金融の上限金利等の引き下げ、従前、 法と経済学を法学部の科目としての設置例は、それほど多くはなかったが、法科大学院及び公共政策大学院の設置に伴い、その数は飛躍的に増大した。特に会社法や税法、私的財産法といった領域において研究が進められている。政策レベルでは、重要法案の立案、検討に関して、理系出身官僚が法務省に出向するとともに、 法と経済学を専門とする研究者を人気付け研究官として採用して理論研究に当たらせるといった形での導入が進んでいる。2002年スタンフォード大学ロースクールのローレンス・レッシグ教授が慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスのネットワーク社会論にて特別講演を行った。アメリカでは法の経済分析が非常に有力である。裁判所は 事件の判断にあたり、しばしば経済分析の結果や、法と経済学の理論を利用する。立法や政策立案過程でも、当該立法及び政策の経済分析の結果が考慮されることが多い。さらに、法学教育の分野でも、法と経済学の影響は大きい。多くのロースクールに、経済学位を持つ教員が所属しており、民事法、刑事法、広報と、 幅広い法分野にわたって経済的分析を行っている。また、経済学部に所属する研究者の多くも法と経済学の研究に携わっている。法と経済学はその学際的性質もあり、経済学の理論の発展を柔軟に取り込んでいる。近年の重要な傾向としては法的問題へのゲーム理論の適用が挙げられる。さらに法の経済分析において、 行動経済学や軽量経済学などの分析手法を利用する研究も進んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。